発音ばっかり気にするのよ、ね、この単語が読めないとかこの単語難しそうだなとかってそういうとこばっかり気にするの。そこじゃないんです。同じものばっかりです出題されるのは。本当に同じものばっかりです。ハローダイヤーマリタチャンネルです。今回はですね、英検準2級の二次面接、ね、の対策を、教えていこうかなと思います。まあ流れとかコツとかっていうのを話していきたいと思います。ね、まず英検準2級ですけども、流れですね。まあトントントンみたいなですね、このノックスですね、メイアイカミンとかってですね、どうでもいいです。こんなの。普通に入っていけばいいです。Hello! みたいな感じですね。にこやかに入っていけば構いません。それで。ここでカードを渡すわけですね。May I have your card, please? みたいな感じでカードくださいって言われるんで、そこでカードを渡せば OK です。Please have a seat とかですね、この席、座ってくださいって言われるまで一生懸命こう立ってる人を見たりするらしいですけど、関係ないですから、もうさっさと座っちゃえばいいです。そんなんね。で、その後に、My name is なんとかかんとかって言われてですね、で、May I have your name, please? ね、お名前なんですかみたいなのが来ますね。で、This is the grade pre-2 test, OK? みたいな感じでですね、これ第準2級ですけどいいですかみたいなのが聞かれます。で、そこで OK みたいな感じで、で、誰々さんって、How are you? ですね、How are you? だけ聞かれますから、どうせ、それしか聞かれません。I'm fine とかって答えれば構いません。I'm nervous でもいいですけど、全部採点されません、ここは。だから、どうでもいいんです。HCBT だと、いろんな質問がされますけど、そうですね、全然気にしなくていいです。で、Let's begin the test. Here's your card. っていうふうにカードが渡されて、ここからがスタートですから、でここまではどうでもいいんです。はいね、この Here's your card. っていうふうに、カードを渡されてからがいよいよ勝負です。じゃあ、一体どういうふうにやっていくのかですね。まず最初は音読問題です。Please read the passage silently for 20 seconds. って感じで、黙読ですね、20秒間あるんですね。まあ、ここでね、いきなり声出しちゃう人とか結構いるらしいですけども、ちゃんと黙読するんです。いよいよ音読するときは、Please read it aloud という形で、はい、音読してくださいって言われますので、そこで読み始めます。で、音読問題で20秒間、ね、読む時間が与えられるんですけど、何を準備するかっていうのが大事なんですけど、やっぱり、ね、多くの人はね、発音ばっかり気にするんですよ。ね、この単語が読めないとか、この単語難しそうだなとかって、そういうとこばっかり気にするんですけど、そこじゃないんですよ、本当は。英検がチェックしてほしいのは、あなたがきちんとその意味を分かってるかっていうのをチェックしてるんです。あれね、書いてある文章の、ね、意味があなたは分かっていますか。で、文章の意味が分かるとここで区切れるっていうのが分かるんですよ。そう、意味のね、区切りっていうのは文の意味が分かって初めて分かるんですよ。みんなただカンマがあるから区切るとかですね、文法的なことばっかり考えるんですけど、あれ意味で塊を作ってて、英語のその意味の塊が分かってるかっていう試験なので、そこをチェックします。だから入試にこれから使われるようになったら、ここが厳しくチェックされると自分は踏んでます。まだ分かんないですけどね。多分こういうのあんまり意識してない、採点官が多いと思うんですよ。ただただ発音チェックしてるとかイントネーションチェックしてるとかなんですけど、本当は意味が分かって読んでる人と意味が分かってないで読んでる人って全然違うんですよ、音読が、うん。だからこれから厳しくなったらそこをチェックしてくると思いますよ。今結構適当なんじゃないかなって思ってますけど。で、いよいよですね、クエスチョンが出てくるわけですね。 Now I'll ask you five questions、ね、5問、尋ねますよっていうふうに言われます。 Number one, according to the passage って言って、質問が呼ばれます。大体ね、How とか Why のことが多いって言われますけど、まあそれ以外も実は出てきているとは言われていますが、その時に気をつけなければいけないのは、あ、答えの該当箇所だって思う文がありますけど、必ず、その文の前の箇所と照らし合わせないと答えが出ないようにできています。はい、必ず過去問で確認しておいてください、ね、必ず一文中の前半部分後半部分っていうものの情報を照らし合わせて文を作らないと答えが出ないようになっていますので、はい、きちんとこれは、チェックしておいてください。続いて、描写問題ですね。Now, please look at the people in picture A ですね。A に写ってる人たち、ね。で、they're doing different things、ね。違うことしてます、ね。Tell me as much as you can about what they're doing、ね。何やってることのできる限り多く言ってくださいってことですけど、ねできる限り多くって言っても、一人に関しても一つの動作ですから決まってるので、それだけ言えばいいです。とこの5人の動作を描写しなければいけないんですけど、まず絶対に忘れてはいけないのは、現在進行形で表すってことです。これが第一です。本当にできない。
に原型で読んじゃったり現在形で読んじゃったりしますが、 is プラス ing でやるっていうのを絶対に忘れないでください。で5人いるので5つの描写、まあ5人って言うと2人の人がね握手してるとかもあるので5セットですか、簡単に言うとですね、の描写をしなきゃいけないんですが、同じものばっかりです。出題されるのは本当に同じものばかり出題されていますので、だから準備が必要なんですよ。これ過去問をちゃんと見てるかどうかっていうのが大事です。なるべく古いものを手に入れてください。頑張って、見つけてください。これがとっても大事になります。例えば、どういうことなのかって言ったらですね、この、ね、リンゴとか、何でもいいですけど2つのものをこうやって見てる、ね、この首が2つになってるですね、絵っていうのがよく出てくるんですが、こんなの知らないです。多くの人はこうやってやったら何て言いますか、 A man is choosing an apple って言いますね。アップルを選んでいますとかって、こんなのは、まあ、これ12だけじゃなくて2級にも出てくるんですよ、出てくるんですけど知らないです。できないです。知らないとそりゃそうです。なんだこれってなりますよ。こんなの多分ネイティブが見ても一体なんだってなる人いると思います。なので必ず過去問を見て一体どういう動作が出題されるのかっていうのを知っておいてください。なるべく過去問を手に入れるっていうのを忘れないでください。はい、非常に大事ですので、ぜひぜひ、見つけてやってください。Number three, please look at the 誰々です。まあ女性だったり男性だったりするので、and picture B, please describe the situation 状況を言ってください。ほとんどが因果関係になってますね。こうこうこうだからこれができないとか、こうこうこうだからこうしようと思ってるとかっていうのがほとんどですね。なので何々そう何々ってやるか、何々 because 何々ってやるのがほとんどですね。こういう形でできればです。あとはね、若干 but とか however でつなぐようなのも出てきましたね。こうしたいけどこうであるとかですね、そういった形のパターンも出てるので、でも大体この3つのどれかでやっつけられますので、ぜひこのパターンで覚えておいてください。で次が質疑応答になりますね。でどちらも Yes No Question です。No.4 と No.5 は必ず Yes No Question になります。でそれで Yes とか No って言って Why とか Why Not とかですね、Please Tell Me More みたいな形で述べることになります。どちらもとにかく Yes の後に2分言ってください。理由を2つ言うか、理由を1個言って具体例を挙げるみたいな形で、必ず2分言うっていうのを心がけてください。まあ浮かばなかったらまあ1分だけでもとにかく言うっていうのが大事です。とにかく言おうとするってことが大事になります。で、No.4 っていうのは一般論に対して、No.5 っていうのは自分のことに関することですね。それが聞かれます。で気をつけなきゃいけないのは、その No.4 に関してですね、自分の経験とか自分の好みだけで答えちゃダメです。例えばペットを飼う人はこれから増えると思いますかっていうのが聞かれたとして、わあ私はペットが嫌いですとかですね、犬に噛まれたことありますみたいな自分のことだけ答えちゃダメです。だ気をつけてください。これやってしまうと全然点になりませんので、必ず一般論で答えるっていうのが大事です。ペットの人気がますます日本で増えていますとかっていう、そういったこと、まあ嘘でもいいですよ、嘘でもいいけど、そういった情報を言うとかっていうのに気をつけてください。で最後に態度点なんですよ、ね、これが、とっても大事なんですけど、態度点っていうのをコミュニケーションを取ろうとするっていうのを示してください。これが大事です。とにかくね、一番ダメなのが無言になってるっていうのが一番態度点が悪いです。はい、それダメ。さらには、ね、もうこんな、本当やる気がない。こういうのもダメです。だからとにかく、コミュニケーションを取ろうとする。何か言おうとするっていうのが大事ですので、これを心がけて必ずやってもらえればいいんじゃないかなと思います。で、あとは、聞き直しは1回まで OK ですから、ですね、いわゆる、Can you say that again? とかですね、Sorry? とかですね。ワンモアタイムだけでもいいですけど、聞き直すことはできます。はい、で一回聞き直しだけだったら、全然構いませんので、だから無言になるのがまずいわけだから、モアタイムプリーズでもいいし、sorry とかですね、can you say that again とかですね、そういう表現は使えるようにしておくことをお勧めします。2回以上ですね、聞き直したらそれ減点されてしまいますので、そこは注意してください。どうしても分かんなくても sorry I don't know とかですね、それでやればいいわけです。であとは日本語ね、使わないようにしてください。とかあのとか、わかんないなとかですね、もうそれ言っただけで減点されちゃいますから、その癖がある人ですね、必ずそこを直してください。This is the end of the test. May I have the card back, please? ってね、カードを
返します。でそれで、終わりです。でもうそれでバイバイって、ね、帰ればおしまいになります。はい、皆様の合格を祈っておりますので、ぜひぜひ頑張ってください。はい、グッドラック。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.